NTT ドコモ品川ビルは東京都港区に立つ超高層ビルディングである。品川駅近く江南地域に立つ NTT ドコモが所有する超高層ビルである。このビルでは NTT ドコモのネットワーク運用の心臓部ともいえる全国で2拠点あるネットワークオペレーションセンターのうちの一つが稼働しており約200名の人員が北海道から 東海地方までの地域のネットワーク装置を24時間365日監視している。二つのオペレーションセンターは、そのどちらかが被災した場合でも、残るオペレーションセンターが業務を遂行できるシステムとなっており、このシステムを NTT ドコモでは、オータガと呼び、これは、機動戦士、ガンダムの登場人物の一人と重なる名称だが、この品川ビルも、通称、 ガンダムビルと呼ばれている。NTT ドコモの運営部長によれば、全体の99%のトラブルは、現地に赴くことなく、ネットワークオペレーションセンターからの遠隔措置で、回復しているという。AAB26 万台の装置を24時間365日、監視。NTT ドコモのネットワーク運用の心臓部に、潜入イットプロ2014年1月27日。 ありがとうございます。